ね、でも俺はいろんなことが変わってくると思ってますよ、うんうん、例えば大麻の使用、はい、であとは例えば無修正ポルノ、スポーツベッティング解禁しようよとか、うん、実際これ放送局を作るときに実際作ろうとするとどういう利権だったりそれを止めてくるところが発生するんですか。これからテレビ局立ち上げるのはなかなかしんどいと思いますね、うん、それこそ堀山が昔やったみたいにフジテレビ買収するとかね、はいはい、既存のインフラを買収するのは大した金かからないと思うけどね、はいはい、もしかしたら買ってほしいところもあるかもしれない。そう、いやいや、もういっぱいあると思いますよ、はい、でローカル局はものすごくもう経営が悪くなってるから、うん、キー局が買収して、うん、でそのローカル局のなんか変な独自番組なんかいらない作ってないんだからそういうの全部首切ればいいと、うん、まあ、例えばフジテレビならフジテレビが全国のフジテレビ系の局を買収して半分ぐらい首切れば採算はね、うん、合うようになるわけですよ。ところがそれを放送で阻止してるんですよね、うん、まあでもちょっとね認定放送持ち株会社で少しは良くなりました、うん、だからねローカル放送っていうのはねある意味で買収のターゲットに今なりやすいですね。うん、テレビのブランドっていうのはね、それが一番大きいブランド価値が、はい、ブランド価値がね、うん、結構僕はでかいと思ってるんで、うん、はい、でも俺はいろんなことが変わってくると思ってますよ、うん、ぶっちゃけ本当はどうなのみたいな話とかがこれから僕は結構ひっくり返されてくる話があったりとかして、まあ、例えば 法改正とかでも、うん、例えば大麻の使用について、はい、うん、そのもう例えば今度はドイツが医療用大麻じゃなくて娯楽用大麻を解禁するとか、うん、あのタイでもそうなりましたし、うん、まあ、アメリカもそうですけどバイデン大統領がその大麻で捕まったやつらを保釈すると、うん、保釈とか恩赦を与えると、うん、もう刑務所いなくていいというようなことを発表したりとか、大麻に関して言うと世界的に解禁する方向に進んでるわけじゃないですか、うん、だからそういったものも解禁されるだろうし、おそらく日本でもね、うん、売春だってね別にもう解禁してる国どんどん増えてますからね、まあ、売春に関して言うと、うん、まあ、管理売春を認めるかどうかですよね、うんうん、であとは例えば無修正ポルノに関してどうやるのかとか、うん、無修正ポルノも結局その日本では無修正ポルノってその警察によって摘発されますけど、うん、これも猥褻物を陳列するっていうことに対するこう定義の問題じゃないですか、うん、昔ヘアヌードってダメだったじゃないですか雑誌で、はい、で今 OK じゃないですか、だああいう感じで解釈を変えてくる可能性が全然あると思っていて、それはなぜかっていうと僕はそのボーダレスになってきてるわけですよ、うん、でポルノの閲覧ってボーダレスじゃないですか、うん、だから海外のポルノサイトは無修正じゃないですか、うん、でそれを見ても別に罰せられないわけじゃないですか、うん、日本人がそうなった場合に日本の国府が流出してるわけですよ海外の業者にね、うん、ですよね、うん、だってそうじゃないですか、うん、本来日本で取れる税金なのに取れなくなってるわけですよ、うん、これって意味ないよね、うん、なんで日本だけこんなガラパゴス的に取り締まってそれ水際で規制できるんだったらいいけど、うん、ね、中国みたいにグレートファイアウォールみたいなものがあるわけでもなく、うん、見たい放題なわけですよ、うん、でそんなものもちろん作れないわけですよ、うん、でそういう感じで言うとオンラインギャンブリングなんかもそうじゃないですか、そう、ね、あれって結局国府の流出でしょうと、うん、であれでベッティングしてるものって日本の例えばスポーツだったりするわけですよ、うん、でそれも国府が流出してるってことでもうカジノが導入されるのに、うん、あの合わせてスポーツベッティング解禁しようよとか、うん、オンラインギャンブリングのライセンス発行するようにしようよとかっていう流れとかは国会において結構なされてくるというか、いやそういうなんかねこう制度の隙間をついてそういう起業家の人たちがやるっていうのは僕はいいことだと思うのよ、それ自体は必ずしもうまくいかないけどそれでやっぱりみんな あそんなことできるんだっていうふうに思えば長い時間かけてね変わっていくことあるから、今回の電波の問題もね僕は20年ぐらい前から言ってるけど、はい、やっと変わってくるかなと、うん、あの時間かければね徐々に変わっていくと思うし、率直に言って今の楽天みたいに経営危機に追い込まれるとやっぱりその役所としてもねこれで楽天がこうねおかしくなってね役所の責任だとかなると何とかしなきゃいかんなとかね、要するにだんだん制度の隙間をに火がつく人が多くなってくると世の中が変わる可能性はあると思うね。この総務省が条件付き電波オークション導入へっていう動きあるじゃないですか、お茶濁して買いに来ないってことですね。だからねよくねこのオークションの話はねみんなオークションにしかこう関心持たないんだけど、オークションやる以前にね用途指定があるわけですよ。今 UHF 帯のプラチナバンドっていうのはテレビが使うっていう、あの主としてテレビが使う、第二次的な用途として携帯も使っていいということにはなってるんだけど、
それをその第一次的な用途の周波数を持ってるテレビ局が自分たちの周波数だって言って話さないわけ、うん、でまたそういう人たちがもう社用産業なんだけど政治力を持ってるから、うんね、それこそはあのホリエモンが戦った日枝さんとかね、ああいうすごい政治力を持ってる おじいさんたちが、うん、こう政治家を羽交い締めにしてこうで政治家が役所を羽交い締めにしてこう動かないわけですよね、うん、でも理由はないんですけどね、うんうん、全然技術知らないからね、あのそのおじさんたちはね、そういうだから理屈じゃないですよ、先祖代々の土地なんで守らなきゃいけない、うん、そうそうそう、それに近い、面白いでしょ、でもそういうロジックですよね、このロジックはどうやったら突き崩せるかっていうのは死ぬを待つしかないって話になっちゃうんですよね、うん、結局おじいちゃん死んだからじゃあ売ろうか、そうね、いやだからもうさっきのプラチナバンドをもし ホリエモンがね買いに来るとなったら、それ今その古いあの放送局持ってる人じゃ今売ればさ、こう例えば1000億とかね、それぐらいの値段でこう売れると思うけど、このままテレビ局が衰退しちゃったらもう売れなくなるからね、むしろ今の方が新しい人にテレビ局がいわば立ち退き料をね、もらうチャンスだと思うよ、うん、いやでも本当そうですよ ね、でも先祖代々の土地ですからね、そうそうそう、じゃあ待つしかないですかね、それは本当にいや待ってる間に賞味期限切れになって、だから待ってる間にテレビ局っていう業界全体がもうなくな、ね、衰えてなくなっていくわけですよ、うんうん、なるほど、これやっぱりまだ日枝さんって怖いんですか、まあなんていうかな、まあその日枝さん個人のね話じゃなくて、はい、その民放連のね上の方の人たちっていうのはやっぱり政治力を持ってるわけ、民放なんてのはビジネスとしては全然小さいんだけど、そこにその政治部の記者っていうね、はい、ロビーストがいる、うん、昔は政治部と社会部がね、うん、2人その郵政省のクラブに詰めてたのね、はい、で社会部の方は取材するんだけど政治部の方は原稿を書かない記者、うん、そういう人たちはね新しい局の設置を行政にねロビングするロビーストとして雇われてる、うん、今は多分もうなくなってると思うけどね、はい、要するに政治部の記者っていうのは取材するよりもそのロビーストとして使われてたって実態あるわけ、でこの人たちはね、まあ何ていうかロビーストとしてはすごい優秀なわけ、はい、あのそれこそ海老沢さんとかね、取材力なんかないけど要するにロビーングの力はすごくあるから免許を提供してたわけですね、それでその政治家が役所を締め付けて、で役所は業者を締め付けて、で業者はその政治家に金、ね、払うっていうね、このじゃんけんポンと言われてるんですけどね、うん、はい、そういう関係がずっと全然変わってないですね、まあ、日本の社会の、ね、縮図ですよ、うん、確かにそうですね、で日本の社会はねそういう、 こうあの鉄の三角形と言われるようなものがあると、はい、大体そのマスコミがそれを叩くわけ、うん、ところはこのマスコミの三角形っていうのはマスコミが当事者だから誰も叩かない、うん、これが強いのよ、いやこの問題はね本当に鉄の三角形の中でも最強の三角形でね、もう日本で業界で一社も潰れてない業界ってね、20年前は銀行がね潰れてないと言うけど、まあ銀行はねご存知のようにどんどん潰れたでしょ、僕の年になるまでこの60何年間で民放って一社も潰れてないんですよ、だからもう最後の鉄の三角形の、